はい、皆さんこんにちは、むっちこです。我が家で生まれたハムスターの赤ちゃんをご紹介しようと思います。あまりね、長時間撮影できませんので、ほんと少しだけ。はい、こんな感じで今日数えた感じだと7匹ぐらいいる感じですね。生まれてすぐの時よりピンク色になってきた感じがします。お母さん今巣からね出てるんですけど、ちょっとね扉閉めようかな。はい、お母さんがね巣から離れようとすると、赤ちゃんがおっぱいにぶら下がってる姿をね何回か確認できました。で、この無造作にね転がっている赤ちゃんの上にね、お母さんがずかずか巣に戻ってくんですけど、赤ちゃん踏まないのかなと思って心配で気になってたんですけど、実はねこの下から覗くことができまして、できればねこのふわふわの床材の上に赤ちゃん転がっててほしいんですけど、ちょうどねこの透明なケースのところに赤ちゃんが転がってるので、下から覗くとね見えるんで、下から見たハムスターの赤ちゃんたちを撮っていこうと思います。はい、下はね、はい、モルモットのケージになっております。ロイヤルちゃんちょっとお邪魔します。ロイちゃんいや、お母さんのねおっぱいがちょっと赤くなって痛々しい感じが見えますね。大丈夫？まあでもお母さん元気そうですね。はい、回し車はねちょっと私壊しちゃって今ついてない状態なんですけどはい、じゃあ下から覗いてみたいと思います。ロイちゃん失礼します。はい、こんな感じでね赤ちゃんたちが動いてるのが確認できます。1年半ぐらい前に我が家でハムスター生まれた時は、亡くなっているね赤ちゃんがいないかっていうことで一応チェックして、もしねその亡くなっている赤ちゃんがいると他の赤ちゃんの体温を奪うということで、なるべくね早く巣から出してあげてくださいとのことで、ウサギだったかなちょっとどっちか忘れちゃったんですけど、一応生存確認をね毎日しております。はい、こんな感じで下から見づらいですけど見ることができます。はい、また別の時間にねお母さんが巣に戻った時の様子をね撮りたいと思います。はい、おはようございます。翌日のハムちゃんの赤ちゃんたちの様子です。やっぱりね最初8匹だと思ってたら7匹っぽいですね。はい、まだ目も開いてないし毛も生えてきてないしね、まだまだお母さんのおっぱいが必要です。よろしくね、トガちゃん。はい2日目の夜でございます。うっすら毛が生えてきてぷくぷくしてかわいいかわいい。お母さんの血がついた床材がねちょっと映ってます。はい、少しね間が空いてしまったんですが、ハムスターの赤ちゃんたちが生まれて10日が経ちました。ちょっとね様子を見てみましょう。お母さんの警戒心はねまだ高いので、あまりね
あれなんですけど、こんな感じで毛が生えて、なんか食べてる、はい、ちょっとだけね、このふわふわをめくってみましょう。見せて見せて、いやーかわいい。赤ちゃんの円が大きくなってるいつもね一応密集してるんですけど、今日なんか若干ね動きが激しくなってきましたね。こっちにもいる、はい、ちょっとお母さんにおやつをあげてごまかそうかな。これで赤ちゃん見せてだんだんね赤ちゃんの動きが大きくなってきてすごいな、もぞ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 してる。はい、ということで、赤ちゃん生まれて10日目までの様子を動画にしてみました。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。バイバーイ。